さ、今ねちょっと8時半ぐらいなんですけど、8時22分か、そんな感じでね、今ねカメラを回しつつ今ナイトルーティーンをやってるんですよ。で、私のナイトルーティーンって今さっきまで掃除してたんですけど、基本掃除とかもして、まあ仕事から帰ってきて、で掃除して、でご飯食べて、でお風呂に入って、でそこから歯を磨いてから作業とかに入るんです。で基本今 BGM 流れてると思うんですけど、この後ろではテレビ画面があって、ネトゲを流しながらいつもデスクワークしてます。でなんかその今日新しいパソコンになったんで、今設定とかを終えて今移植中なんですけど、移植が終わって今から iPhone のデータを移そうかというようなところで、まあちょっとね、いろいろと今日は多分動画上げれないんですけど、まあいろいろとこうね考えた結果、ムービーメーカーのもダウンロードしたんですけど、まあ結局今ショットカットっていうのが無料で使えるんですよね。それも、ちょっと今ショットカットの方も練習中なので、ちょっとぎこちない動画がねまだしばらく続くかなと思ったりとか、今日は上げてないんですけど、多分これ上げると思うんですけども、なんかいろいろとね、まあまあちょっとこう自分も勉強しつつ刺激があるような、そんな感じの、作業になってます。でなんかね、ちょっと今日はなんだっけな、この間スミノフの質問、印象をリプまたは DM でください、近いうちあれをしますって書いてたんですけど、あれができなくなってしまったので、いやできることはできるんですけど、まあとりあえず、まあもうとりあえず今ね、今日上げる動画もないですし、この質問返しをツイッターのやつをね返していこうかなと思います。2件しか来てないんですよね。ということでね、手っ取り早くですね、まあいつもの、お二人と言ったらいいんですけど、永瀬の人さんと321ウエストさんがですね、こよえなく質問をしてきてくれておりますので、じゃあこれで引き伸ばしてあげようということになります。まあネトゲもねついてますんで、ね、ネトゲの方のチャットもつくんですよね。ちょっと返す、履歴中貼るか、履歴中をちょっと貼ってよいしょ、はい、履歴中ということで、これで、そういうことになったらチャットがねこう上がってくるんですよね、みたいな感じなんですけどね。まあなんだかな、永瀬の人さんの、質問リプっていうのはね、質問、今日はちょっとツイッターも結構ね、ナイトルーティーンで結構回りますね今日は、っていう話なんですけど、質問、今まで食べた中で一番まずい野草は、そらもう決まっております。決まってますって言ってもいっぱいあるんですよね。毒ダミかな毒ダミかな、あとはなんかね、野草っていうんやったら毒草である、毒人参かな、あれよく食べたよね私と思ってね、その後ちょっと病院に運ばれたんですけど、まあそんな感じでね、食べれる野草で一番まずいって言ったら、おそらくそう毒ダミですね。で印象は野草博士、やっぱり野草なんですねっていう話なんですけど、永瀬の人さんのね、リプはそんな感じでございましたけども、やはり一番まずい野草はですね、毒ダミだということになりますかね。いやでも天ぷらで食べたら普通に美味しいですからね。まあ野菜として一番まずい野菜はって言われるとゴーヤーでしょう。うん、ゴーヤーは私ね、嫌いなんですよ、ゴミで。何でも食べる印象があるって言われるんですけどね、ゴーヤーほど苦いものねえだろうって。あれ食えたらね、大したもんですよね、本当に。苦くならない調理法とかあるらしいんですけど、私がやるとね、こよえなく苦いんですよね。で、あと、イボイボ感なんか変じゃないっす。なんかもう、本当、もうなんかもう、すごいね、ブツブツみたいな感じで、なんだろう、なんか変な異物みたいな感じなんですけどね、ゴリゴリしてそうなね、そんな感じなんですけど。まあ、ゴーヤはね、あんまり好きじゃないですけど、チュラさんにあったゴーヤマンは好きですよ。いつの話やって話なんですけど、ゴーヤマンって調べたら出てくると思います。次、321ウエストさんということでね、321件のね、サムネイルがね、今日も光っておりますということでね。質問、JR 職員で一番きつかったことは、鉄道員という仕事はおすすめ。
正直 JR 職員っていうのは、鉄道ファンとしては憧れるとは思いますけど、実際入ってみるとしんどいんじゃないかなと思います。私もしんどかったですけど、体調崩した時に休むことが絶対にできないというようなことで、休むような人はいらないっていうまず言われますよね。で、あとはなんかもう改札とかだった時に、そのちょっと自分の持ち場休憩時間以外はまあ、トイレに行くことはできるかもしれないけども、うちが勤めてた駅は本当は代わりがいないっていうような、そのまあそんな結構特急も止まる駅で勤めてたんですけど、もうなかなかね、本当休まれると交代が絶対効かへんから休まんとってっていうのはあるし、まあ基本的に朝の9時なんですけど、でもやっぱりそのね、下っ端っていうのは早く出ないといけないっていう、まあ暗黙の了解があるので、だいたい私は8時から、その駅務で予習とかマルスとかいじったりとかして、あとはなんかちょっといろいろとね、身だしなみ整えて、で、さらにちょっとね、軽く勉強してっていう感じで、で、9時前に朝礼がありまして、で、まあいろいろとこうやるわけですよ。で、9時半からちょっとその軌道っていうところに入るのか、それか日勤でその駅務に入るのかっていうのがあって、軌道っていうのはまあ隣の駅まで行って、まあその隣の出殺検証窓口に勤めたりとか、あとはなんかそのね、まあそれをずっと勤めるわけではなくて、そこでご飯を食べて、その駅コンビニがないんですよね。だからね、そこで買わないといけないみたいな感じになった時はもう窮地ですよね。だから、あらかじめ、駅マルシェで買ってたりして持っていくんですけど、で、さらに、14時、15時ぐらいになってから帰ってきて、で、なんだろう、そこから、いろいろとやることがありまして、駅務っていうのは改札立ってるだけじゃないですからね。まあ、緑の窓口もありますし、けど、一番めんどくさいなって思うのが、あれなんですよ。落とし物、遺失物ですね。あれはめちゃめちゃ、なんか、めんどくさい。正直めんどくさい。あれはぶっちゃけた話ね。あの作業、遺失物管理システムに登録するのが一番、なんていうのかな、駅務ではしんどかったかな、みたいな感じですよね。あとはなんかね、鉄道員という仕事はね、鉄道の安全運行もありますけど、お客様の保安要員っていうこともあるし、お客様の中で、これはぶっちゃけた話なんですけど、まあ、車椅子介護の方とか、その辺の、方をもう利用されるじゃないですか。その手続きっていうのはごっつしんどいかなとは思って。だから、まずね、車椅子の方来られたら何時何分の電車に乗られ、すぐにはご案内できないんですよね。というのも電話かけて、で、こうね、どこ駅かどこ駅までで、副賞も全部して、全部こう赤ペンかなんかでチェックしていくんですよね。こう、全部合ってる合ってる。で、何両目の何前、前1、前4だったかな。そんな感じの言い方で、そこに乗せますんで、みたいな感じで、電話して、で、今度、降りるときにも、その駅にもね、あれだと思うんですけど、その、降りる駅の連絡がちゃんと行ってなかったら、降りる駅にも、介護事故になってしまうので、ちゃんと完璧に受け継いでから、車椅子のスロープ持って、で、マイク持って、ホームに行くわけなんですけどもね、これで、上下線の前1、前4とかでね、全部変わってきたりするんですよね。だからそれをね、一回ミスったことがありましてね、本当にその時は大変申し訳なかったなと思ったんですけど、まあそういうこともありましたよね。特に4両編成のね、3ドア4ドアがね、混じる時は本当に、苦労したかなと。例えば塚口駅までこの間でね、泉府中の方に行かれた駅員さんとかは本当大変だったんじゃないかなと思うんですけど、あ、そうでもないか。いや、でもあれ、ね、甘感覚だから、ベース甘の日勤とかだったらめちゃめちゃ大変なんじゃないかなと思いますよね。本線の12両の新快速も来るし、で、なんか普通電車も来るし、快速もね、6両、8両、10両。丹波市快速に関しては4両だからもう、4両、8両か。
で、宝塚快速が4両か。で、なんかそんな感じで、ね、編成両数が多数あるとこっていうのはほんと大変なんじゃないかなとか思うし、あそこはあの、天ヶ崎ビッグ X ネットワークみたいな感じでね、あの、東西南北の方にね、行きますか、東西線も本線がね、こう東西にあって、落下線があって、で、あの、東西線の方に入っていくわけですから、いやー、ね、予算なんかは本当すごい、駅員さんだなぁと思いますよ。アマで勤めてる駅員さんってね、ほんとね、すごいなぁと思いますよね。アマだけじゃないんですよ。もちろんアマだけじゃないんですけど、まあ、大阪とか新大阪に配属されたら、緑の窓口とかね、その辺に専属になったりするっていう噂もあったりとか、なかったりとか、どうなってんのかな。アマとか、うちが勤めてたとこは、本当ホームと出札がもう入り乱れるような、そんなところだったみたいで、まあ特にね、この間そのヨッサンっていう方が、今泉府中、泉府中管区か、まあどこの駅かはあんまり言わない方がいいのかもしれないんですけど、まあね、よろしければ塚口のその駅員さんのさよならを言ってきたかなんか、その辺の方の動画上げてるので、それも見ていただいたらと思うんですけど、いや、まあ塚口も正直出札検証窓口で、本当は窓口と緑の改札がこう一緒になってるっていうようなやつがあって、あれめっちゃ大変なんですよ。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なんでしょうみたいな感じで、ね、行くんですけど、その緑の窓口やってる時、横からすいませんって言われた場合はね、本当に、ちょっと待ってみたいな、本当にね、危険聞かせてやらないといけないみたいな感じなんですけど、ね、すぐ行けますので、少々お待ちくださいって言ってね、緑窓の方終わって、今度は A キムの方行ったら、今度また緑の窓口の方次の人いるっていう感じで、ね、両方裁かないきゃいけないっていうのがありまして、おそらく塚口とかも緑窓プラスが入るんかなとか思ったりもしますけど、ああいうの考えると駅員さんって本当大変だなと思うんで、それだけじゃないんですよね。やっぱ車椅子の方来たらホームに案内するし、手続きもするし、遺失物するしっていう感じで、まあそれもっと言えばもっとあるんですよね。そのポスシステムとかなんかいろいろあるし、本当はあれマルスだけじゃないんですよ。結構改札の時に、なんていうのかな、そういうお金に関することもやりますので、その辺もなんかすごく大変かなと思います。ただ単に駅で電車を見送って案内してっていうだけではないので、本当正直な話、電車が好きだからって言って、電車と関われるかって言ったら、駅員に関しては、あんまりないかなとか思ったりしますよね。そういう感じの方が多いかなと思ったりもしましたね。基本的に事務作業結構多いんですよね。ね、だから、駅務って本当、やってる人ってすごいなとか思いますしね。まあ、それを段階積んで、試験っていうのがあったりとかして、試験を通らないといけないし、で、やっぱりね、積極性がないとね、ダメなんですよ。だから、いつまで経ってもね、誰かやってくれるからいいわ、じゃなくて、そんなことやってたらね、怒られますからね。うん、お前はやる気がないのかってよく言われましたけど、まあそうですね、そういう感じで怒られたこともあったし、あとはね、西社だと、マルス選手権だとか、マルスの早打ち選手権っていうのがその管内で行われて、それ西日本管区のなんかトーナメント戦みたいな感じであったような気がしましたけども、本当にマルスを極める人はどんどんあって、正直マルスの技能、その選手権の他にも、実務検定試験だったかな、そんな感じ、あそこか、あそこに一緒、試験があるんで、試験用紙があるんですけど、まあマルス技能選手権って言って、初級、中級、上級だったかな。なんか、まあ、いろいろあって、一番上が上級 SA って言って、予算はよ取れって私は言ってるんですけど、駅員に対してはよ取れっていう YouTuber もない、あれだと思うんですけど、まあ、上級 SA、ほんと難しいんですよ。なんか、こうね。で、やっぱりマルスを散々いじってないと、やっぱダメなんですし、あれ、発見時間がね、確かね、30秒で出せとかね、もうひどい場合はね、15秒とかでね、出せとかね、そういう時間制限もあるんですよね。だから、あれは、すごい、あれ、難しいっていうか、ほんとマルスを分かりきってないと、もう、できないみたいな感じかなとは思います。
で、まあ、機会があればね、ちょっと中身もご紹介したかったんですけど、ちょっとあそこまで行くとですね、今は諸事情でね、私の、なんか、ね、ナイトルーティンなんで、すごい、恥ずかしい、ズボンを履いておりますので、あまり見れない、見せたくないんですけど、で、あと、あれなんですよ。あとは、なんだ、駅務試験が結構難しいかなと、それをどんどんね、こう上がっていって車掌とかなったりしていくんですけど、まあ、結構ね、駅実務実務認定だったかな、そんな感じの試験もかなりあったりして、もう本当ね、駅営業実務認定試験だったっけ、なんかそんな感じでやあるんですよ。もうこんな分厚い本の中から問題が出てくるということになります。まあ知ってて得ね。しないことはないんですけどもね、本当ただ単に時刻表を見て調べるだけじゃなくて、いろいろとお客様に関すること、列車の運行に関すること、切符のこと、本当に全部試験にされますので、もう本当はJR の駅員さんっていうのは本当大変なんだなっていうのは、私の経験なんですね。あと人身事故対応、あれね、結構ね、警察がこうね、亡くなった方のね、遺体を拾うかと思ったら、なかなか拾わないんですよね。ということで、駅員さんが処理したり、車掌さんが処理したりするということになりますけどね。結構、いろいろと、そんな感じで大変だな、というようなことがありました。だからもう本当ね、駅員さんの見方が変わるんですけど、まあ、うちの管区が特殊だったかな、というのはあったんですけど、まあ、そういうふうに、教わりました。で、あとはね、駅長さんがいて、平社員だけっていうのではなくて、まあ、駅にはね、結構係長っていうのもいて、なんか、いろんなね、話が聞けるっていうのはやっぱ楽しかったですよね。例えば、そのね、なんていうのかな、なんて言ったらいいかな、103系の運転手さんとかね、いたりとか、もう散々、何十年103系を運転してきた方が、その、駅務に戻ってきて、そういう上の職についてるっていうことが結構多々ありますので、だから、休憩時間とか重なった時は、本当裏話とか聞けましたよ。例えば、103系ね、電車で GO とかやると8段階やん。でも、このブレーキのね、このシュッシュッシュで、これ微調整が効くから、16段階とかね、もうひどい人はもっと微調整ができるっていう、職人技みたいなね、そんな感じで、言ってはりましたね。だから、こういう木の、なんかブレーキっていうのは、本当に、あれ、もう、あれが、本当完全に操れる人は職人ですよっていう感じの、ことは言いました。まあ確かにそうだろうなと思いますけどね。だから、その人らに、ね、その上の方からすると321系だとか207系は、ハイテクすぎてな、みたいな感じで言ってはりましたけど、特に321系はね、私が知ってる方はね、大嫌いでございまして、なんでかって言ったら雨の日ね、めっちゃ空転すんねん、みたいな感じでね、言ったりとか、で、ブレーキのかけ方々がやっぱ違うな、みたいなことを言われたりとかね、言ってはりましたけどもね。まあそんな感じで裏話をね、ちょっとね、話してしまいましたけどもね。まあこれぐらいは話していいかなとかいう感じでね、ほんと駅の内部事情とかね、そういうことするんだよっていうのはもっといっぱいあるんですけど、本当にね、これ以上ね、言ったらあれかもしれないので、まあ大体ざっくりで今言わせていただいたと思うんですけど、まあ、基本的に、やっぱり、駅員さんっていうのは大変な仕事なんだっていうのとかね。まあ、駅員だけではありません。その駅員を乗り越えて車掌や運転手さん、そして新幹線とかにたどり着いていく方がもうたくさんおられますけども、やっぱりそれなりのね、何が必要かって、まあ、コミュニケーションも必要ですけど、やっぱり、目上の人っていうのをやっぱり大事にしないと、ダメな世界かなっていうようなふうには思いましたね。やっぱりそれだけ厳しい世界である上、やっぱり仕事っていうイコールプロフェッショナルであるっていうことは忘れてはいけないと思います。私がね、ここまで言ったのもあれなんですけど、
あのせっかく質問が来たので、あの普通に返してしまいましたけど、これぐらいで分かりましたかね、大変だということが。まああのね、321ウエストさんの質問にかなり長く答えましたけど、まあそんな感じで、私はあの駅員さんとかも、やらせていただきました。まあ基本駅務が長かったのであれなんですけども、だから印象モガーと阪急の人みたいな感じで書かれておりますけども、まあまあいろいろとね、モガーとか阪急って言ってますけど、結構いろんなとこ行ってるんですよね。動画見てもらったらわかると思うんですけどね、多分321ウエストさんとか長瀬の人だ、奈良って言いそうだったけど、長瀬の人さんとかの、まだ、フォローしてもらってない時の私の無名時代っていうのは結構ジャンボフェリーが多かったんですよ。で、今お金がないからジャンボフェリーのことをやってないだけで、まあ、ちょっとね、ジャンボフェリーとかも行きたいんですよ。正直夏休みね、四国行きたいんですよ。本当に、なんか、なんやろ、めっちゃ四国に行きたい感があって、特に離島に行きたいっていうのがあって、もう本当、お金があれば行きたいみたいな感じなんだけど、まあそのために、まあ来年はね、多分おそらく、まあ収益化もしてると思いますので、まあまあ、してると思いたい。思いたいけど、こればっかりはどうなってるかわからないので、まあとりあえず、なんだろうね、私のこの YouTube の活動初期っていうのは、やっぱりいろんなことをしてますけど、最終的には瀬戸内の人とかにすごくお世話になってるから、まあそのね、瀬戸内の方々に何か恩返しをできるように、日本のね、魅力っていうのは瀬戸内にありってよく言われますけど、本当は地中海みたいなんですよね、瀬戸内レモンだとか、牛窓のオリーブだとか、小豆島オリーブだとか、まあうどんもあるし、で瀬戸内のことをね、もう100個あげろって言ったら多分100個出てくるんじゃないかなっていうぐらいね、かなり、すごい魅力的なところがたくさんあります。もう瀬戸内だけじゃなくて日本の至るところってね、すごく私は好きなんですよね。だからまあ海外に結構今皆さん旅行するじゃないですか。もう政治家もそうなんですけど、結構ね、欧米文化をもね、真似したがるんじゃなくて、やっぱり私は正直な話、日本家屋とか昔の古き良き時代の日本っていうのはやっぱり好きなんですよ。なんだかんだね。だからその和の心を伝えていくような YouTube っていうのを作っていきたいし、特にその瀬戸内っていうのもやっぱり私はそのいろいろお世話になってるので、その人の方々のためもありますので、YouTube をやっていこうかなと思っております。でやっぱりね、趣味はね、あった方がいいなと思います。パソコンがね、壊れて YouTube ができなかった時、どんだけ私、窮地に立たされたかっていうのはありましたので、やっぱりそのね、その時にね、いろいろ声かけていただいた人の、ことも忘れず、これまで以上に頑張っていこうかなと思っております。まあね、なんていうのかな、いろいろとね、はい。お騒がせしましたけども、こんな感じでね、私今半分しか顔出ておりませんけどもね、椅子が低いんだわさ。まあそんな感じで、まあまあ、そろそろ終わっておきましょうか。ですのでまあ基本的に今この辺のことしかできてないですけど、雑草もそうだけど、まあこの辺のことしかできてないけど、やっぱりゆくゆくはね、西日本とかをね、皆さんに広めていけるような YouTuber になりたいと思っておりますので、ぜひ皆さんご支援の方よろしくお願いいたします。どちらかというともう鉄道というよりは鉄道旅とか、なんだろう、その駅の周りとか観光とかも含めてやっていきたいかなと思います。まあ金ないからねとりあえず鉄道需要とかね、乗り物需要になっておりますけどもね、そのうちね出てくる動画とか、まあ今までの動画でも商店街探訪とかね、いろいろやっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ナイトルーティーンなのになんかめっちゃ私語ってしまったね。まあこんな感じでいいのかな。はい。
お疲れ様でした。おやすみなさい。